はい、皆さんこんにちは、ワノリングルフジです。プロ野球スプリッツ2015のですね、スタープレイヤーモード高橋由伸でのプレーですね、続きをしていきたいと思います。今日からはヤクルトの3連戦ですね、プレーをしていきたいと思います。まずは今日は移動日だったのかな、なので、どうしようかな。疲労が45ありますので、まあ、吉野部ね、年齢的なこともあるので休憩しておきましょう。バレンティンね、長打力 S 半端ないな。やっぱさあ、明治神宮での対ヤクルト3連戦スタートになります。ヤクルトの先発は小川ですね。ストレート150キロ、カットボールにフォーク、ドロップカーブにサークルチェンジ、ツーシームスライダー SFF も持ってますね。持ち球は多いです。今日のスタメンマスクは相川が被っていますね。ファーストにはアンダーソンが入っています。ヤクルトの方はですね、リアルプロ野球の通り雄平が4番に入ってますね。真中新監督の、まあ、采配というかね、スタメン起用が4番雄平ということですけど、このプロ野球スピリッツ2015条でもそこは4番雄平ということになってますね。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。神宮球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツの4回戦です。まあ、なんか新監督、解説は小宮山悟さん、西俊下さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日はエースが登板です。エースとして求められるピッチング、1番の岡本、2番井端の、ショートセカンドですね。90ということで、まあ、相手のピッチャーに先にマウンドを降りないこと。さあ、1回の表ジャイアンツの攻撃は三者凡退で攻撃終了しましたので、まずはファーストプレーは2番バッターというのはどのようなタイプのバッターになるんでしょうか。守備から、まあ、当然細かいこともできるといいんですけれど、しかし強打の2番バッターというのも魅力的ですよ。ああ、なるほど。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の菅野、どう抑え込んでいくのか注目です。防御率ランキング1位 0.53、 菅野、2位に黒田が入ってますね。黒田との対戦楽しみですからね。まだプロ野球スピリッツ上でジャイアンツと黒田ぶつかってませんけど、エースが登板ということになります。さあ、そのエースを、さあ1番の山田です。2ボール1ストライクから非常に楽しみです。引っ張ったレフトへ打球伸びる、レフトフライか、打ち上げています。レフト掴んではレフト正面のフライですね。さあ、高橋由伸第1打席目は2回の表、ノーアウトランナーなしです。打順は4番、本塁打ランキングホームラン王争い単独トップ、独走に近いですね。由伸12本、さて今日はエース同士の投げ合いということになりました。スワローズの先発は小川、ここまで4試合に登板して1勝0敗という成績。まずは1球のサークルチェンジから入ってきました。勝敗はつきませんでした。日産、この高橋どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的にはボールを見極めるタイプで、何かチェンジアップ気味のボールでしたかね。そうですか、タイミング合わずファールにしてしまって、3球目はサークルチェンジが内角に外れて1ボール2ストライクから、そろそろストレートがボールになります。サークルチェンジ続けてきましたね。ここまで4球全部が変化球、続いてくる球は2ボール2ストライクから平行カウント、ドカーンといった、これサークルチェンジですね。伸びて入った、ホームラン、先制ホームランです。ジャイアンツ、サークルチェンジを見事に捉えました。
スワローズ先制を許します。1対0。ここで一発を浴びてしまいました。やっぱりサークルチェンジ多投してたんで、頭にサークルチェンジの軌道が残ってたんで、うまくミートすることができました。なんとも痛い失点となります。気持ちいい一発ですね。さあ1点取って4回の表ツーアウトランナーなしで第2打席目吉野部です。先ほどの回は先ほどの打席はホームラン打ちましたからね。どうだ、これもいったぞ。またサークルチェンジ、2打席連続。これが今日2本目のホームラン。サークルチェンジでしたね。高めに浮いたサークルチェンジ。スワローズ追加点を許します。2対0になりました。チェンジアップが真ん中に行ってしまいましたね。はい、あ、チェンジアップでしたか。解説の西はチェンジアップだって言ってますけどね。タイミングが合ってましたからね。試合中盤徐々にリードを広げられています。打った瞬間はサークルチェンジかなと思ったんですけどね。どうやらあの実際の球種はチェンジアップだった。さあ、1点ヤクルトに返されて1対2、1点リードですね。2対1かな、1点リード。小川が引き続き投げてますが、あ、2打席連続ホームラン中。第3打席目は最初は変化球できました。まあ、まずはボールから入っていきますよね。さすがにね、サークルチェンジ、低めに外れてワンボールです。3打席ホームラン、連続ホームランになるか。変化球タイミングが合いません。サークルチェンジ、これも低めの難しいところにサークルチェンジね、入れてきましたね。まあね、ワンボールワンストライクから外れてボール。ストレートが際どいところに外れてますね。低めに外れてツーボールワンストライクから小川、何投げてくるか。チェンジアップ、サークルチェンジ、ストレート、打ちました。どうだ、伸びていく、どうだ、入れば来た、入った。3打席連続ホームラン、ホームランが出ました。なんと今日3本、今のは間違いなくサークルチェンジだと思います。低めのボール、しっかり踏み込んで引っ張られた打球。確かにね、低めの難しいボールだったと思うんですけどね。3対1、ここで一発を浴びてしまいました。その差を2点とされています。3打席連続ホームラン、ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。終盤で大きな追加点を奪われました。3打席連続ホームラン、小川なんかあるな、変化球が得意。さあ4打席連続ホームランなるかと。3対1、3点リード、2点リードしてますけどね。その3点全部が由伸のソロホームラン。ピッチャーは秋吉に変わってますね。ちょっと見ていきたいと思います。秋吉、ストレート150キロ、スライダーのキレがありますね。あとは、チェンジアップ、スローチェンジアップかな、SC アップっていうのが多分スローチェンジアップのことだと思うんですが、スローチェンジアップに進化、あとチェンジアップですね。スローチェンジアップっていうのがね、直球と高速スライダーあるんでタイミング取るのが難しそうですね。初球ストライク、まずはストレート142キロ、ズバッと内角に投げ込んできました。次はスライダーがやっぱ頭にあるんですけど、この球は外れています。このスライダーですね、高速スライダー128キロ。ちょっと曲がりは球種用で見た時のキレ B にか B とは思えないぐらいのね、微妙な曲がりなんですけどね。高速スライダーですか。いいボールですね。厳しいな、ボール2ストライクです。この142キロ、このインコースに投げられるとちょっと打てないな。
さあ勝負してくるのか。ワンボールツーストライクから投げてくるのは打ちました。あ、打ち上げた。ファールになりそうです。もちろんわずかに右に行きました。ファールボール。ワンボールツーストライク変わらずになります。高速スライダー外れてツーボールツーストライクの平行カウントになりましたね。ちょっとここで山張ってストレートを狙っていきたいと思います。次が6球目打ちました。高橋センター、そのストレートだったんですけどね。ここはセンターが抑えています。ちょっと球威に押されてしまいましたね。4打席連続ホームランとはなりませんでしたが、サニーさん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。なんとかね、同点に持ち込みたいですよね。初球時9回の裏、打球は左中間へ。さあこれはどうだ。外野フライ掴んでアウト。レフトの亀井が抑えてゲームセット。3対1。ヤクルトスワローズこの3点全部由伸のホームランで稼いだ。最後まで投打が噛み合わないままゲームセットになってしまいましたね。まあ流れとしては、ね、悪くないんですけどもね、もうちょっと打線が、ね、頑張ってほしいなと思いますけどね。明日以降ぜひその決勝ホームランっていうのもありますけど、3打席連続ホームランですからね。接戦をものに。さあ、給料日ですね。4月25日になりますね。と思ったらまだスピスポの時間が先に来ました。そうだよね、今日はね絶対このヤクルト巨人戦ですよね。由伸ね、由伸がホームランを連発する活躍ですと。その他の球場の結果はですね、ドラゴンズセントラルで勝ってますね。カープは試合がなかったんですかね。パシフィックの方はオリックス、楽天、ライオンズが勝っているということになります。さあ待ちに待った給料日ですけどね、土曜日だけど給料日なんだな。あの僕の会社とか、まあ、多分普通の会社もそうだと思うんですけど、土曜日とか日曜日が給料日の場合は前倒しで金曜日とかに、ね、支給されてると思うんですけど、ここは土曜日きっちり支払われたみたいです。プライベートこういう一覧、チームメイトか。他のプライベートはないのね。女の子と仲良くなるとかそういうのはちょっとないですね、さすがにね。じゃあちょっと能力アップだけしておきましょうか。パワーを打ち上げて、あとミートもこう上げておきましょう。走力を上げて、守備力ですね。肩がいいとね嬉しいんで肩上げていきたいんですけど、まあ60まで上げたからいいか。ローイング上げときますか。はい、これでいいですね。さあヤクルトとの3連戦の第2戦です。先発は石川ですね。由伸の方は今日も4番ライトでスタメン出場。
照明に火が灯りました。ナイトゲームまもなくスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。さあ1回の表ですね。2アウトランナー1塁、由伸最初の打席です。高橋、昨日のゲームで3本のホームランを放っています。ホームランランキング続き、打点ランキング打点の争いでも独走状態。さあ石川、さあまず2アウトランナー1塁、1球目何来るか。シュートから入ってきましたね。ボール気味のシュートというか、まあボールですね。まあ牽制の上手いピッチャーですから、浮かすにリードは取れないですね。足は速いですからね。西武から移籍してきた片岡が一塁。西さん、このカウントでランナーがスタートするということはありますか。とりあえず1球を待つんじゃないですかね。ランナーここはスタート切りません。スライドランナー一塁、いったー、このゲーム打球伸びて入ったホームラン。バックスクリーンの横ですね。ヨシノブ本当絶好調だな。スリーボールからすっぽ抜けがど真ん中に入ってきたんでね。いやーこれは失投でしたね。そうですね、完全にすっぽ抜けが来ましたね。ストレートですかね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。今の吉野部に真ん中投げちゃダメだよ。さらに1点加えて3対0で1回の表攻撃終了してますね。各球場特徴があるかと思うんですが、選手にとってはやりやすい球場、やりにくい球場というのはあるんですか。当然それはね、あるんですよね。ボールの見え方も違いますからね。まあ自分でも得意とする球場は分かってますよね。やはりそうですよね。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の宇都宮。どんな投球をしてくれるんでしょうか。さあ最初の守備機会やるか。山田、まずは追いつくためにも先頭バッターを出していきたいところです。2球目は何で来るか。ワンボールから打ちました。これはボテボテのセカンドゴロ。片岡がさばいてワンアウトですね。今日は片岡がセカンドに入っていますね。で、キャッチャーは阿部がマスクかぶっています。今画面に出ているのが先ほどの配球です。2回の表、さっきはストレートじゃなかったんですね。ただまあすっぽ抜けできたんで、まあほぼストレートと同じ軌道できましたけどね。さあ2アウトランナー2塁、際どいコースですが当たりました。ワンボールです。際どいところにスクリューが決まりませんでした。ワンボール。改めてお聞きします、バッターボックスの2塁ランナー片岡返せば打点がつきます。いやもう天性のアーティストと言ってもいいんじゃないですか。なるほど、そうですか。ツーボール。打ちました。どうだ。宇宙間にこれは入るか。入ります。わあ、2打席連続。ホームランが出ました。この2試合で5本目。1000打点達成となるホームラン。ストライクを取りに行ったところ。1000打点達成なんだ、由伸。当たりとなってスタンドに届いてしまいました。今年1000打点いきますね、リアルプロ野球の中でもね。5点と突き放されました。由伸1000打点。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。点が入りました。序盤で早くもリードを広げられています。最前列でしたけどね。さあ吉野部の4回の表第3打席目はワンアウトランナー3塁1塁、また打点稼ぐチャンスですね。得点圏6割超えてるのが吉野部ね。厳しい状況がさらに厳しくなりますからね。なるほど、そうですね。おっと、石川スライダーから入ってきたか。ここは中間守備ですね。第2球はバックホームとセカンドゲッツー両方狙える守備体制ですね。なるほど、そうですか。内角低めに外れてワンボールワンストライク。どうだ、これもいった。ライトバックバック、そのままスタンドに入りました。
3打席連続ホームラン、2試合連続3打席連続ホームランってすごいな。スワローズ追加点を許します。8対0。今の由伸止められないな。3ラン。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、石川もノックアウトだな。警戒すべき相手でした。ここで追加点となるホームランを打たれています。これはきつい一発ですよね。なんとも痛い失点となります。ピッチャー変わってますね。やっぱりね、もうちょっとさすがに投げられないですよね。さあ3打席連続ホームラン中。ゲームは6回の表に入ります。ピッチャー中澤に変わってます。打順は4番高橋。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。ストレート、シュート、スライダー、カーブにサークルチェンジが持ち球ですね。あとチェンジオブペースとカットボールも持ち球として持ってますね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。さあ1球目何から入ってくるか。初球ボール。まずはシュートから入ってきましたね。どうだ。これは大きい。伸びていく。落ちるか。ストレートを打っていきましたが、センター掴んでワンアウト。センターの守備範囲内。4打席連続とはなりませんでした。ただジャイアンツはさらに3点加えて12対0。試合の方はね、ほぼ消してしまったと思いますけども、新しいピッチャー竹下出てきてますね。ストレート150キロ、あとスライダー、チェンジアップにカーブとカットボールもあるようなんですけど、まあ速球系ですね。ストレート1本で待ちたいと思います。これが1球目。最初は変化球できました。と思ったんですけど、1球目カーブから入ってきました。ただ絶対ストレート、ストライクゾーンに投げてくると思うので、それを仕留めると。打った。おお、これは抜けない。うわー、山田先輩ナイスプレー。待ってたストレートを痛打したんですけどね、センター前に抜けようかというあたり、山田のファインプレーの前に、アウトになりました。由伸はもう退いています。12対1大勝ですね。残念ながらヤクルトスワローズ敗れてしまいました。小宮山さん、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことはできませんでしたね。まあどうなんでしょうね、かなりがっかりするような内容なので、何とも言えないんですけども、次に期待したいですね。そうですね、期待しましょう。勝ったジャイアンツ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のヤクルトスワローズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から1000打点も達成しましたからね、由伸はね。原監督から嬉しい言葉ですね。由伸、お前は紛れもなくうちの看板選手だ、今後もチームを引っ張ってくれということでね、まあ、実際には看板選手兼任コーチではあるんですけど、まあ、由伸ね、今年本当に絶好調っていう感じですからね。総合評価なるものがレギュラーから不動のレギュラーに上がりました。どういうことだ、不動のレギュラーって。その他の試合結果ですね、ベイスターズとカープが勝ってますね。パリーグの方はオリックスと楽天がそれぞれ勝っていると。
あとライオンズも勝ってますね。はい、それでは第3戦目向かっていきたいと思います。おお、なんかおばちゃんが現れましたけど、どこ歩いてんのやーって、関西人系ですかね。まあ、ちょっと服装もよく見ると派手ですね。まあここは真摯な対応した方がいいのかな。ジャイアンツのね、まあ後陣っていうわけじゃないですけどね、まあプロ野球選手ですからね、向こうからぶつかってきたんだったら、普通だったらね、そっちがぶつかったんじゃないかとかね、無視したりとかっていう選択肢もありなんですけど、一応ここはすみませんと言っておきたいと思います。で、関西人だけどジャイアンツ応援してくれてるのね、ありがとうございます。ヤクルトとの、3連戦の第3戦目ですね。今日は成瀬ですね。成瀬に関してはですね、ホックル打っていきたいと思います。今日の先発マスクは阿部が被ってますね。前回成瀬との対戦でホックル1球投げてきたんですけど、まあ、ちょっとね、初めての球で全く手が出なかったんですが、今回はホックル待ちたいと思います。タイミングさえ合えばホックル打てると思うんで。神宮球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、さあまずは1回の表、ツーアウトランナー2塁で、成瀬とのこの日最初の対戦、高橋が入ります。彼はこういった場面では警戒すべきバッターですね。さあ、ツーアウトランナー2塁、得点圏にはランナーが残っています。まあ、先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。まずはスライダー、際どいところに投げてきましたけど外れてますね。ワンボールです。どこでホックル投げてくるか。これは外れた。2球続けてスライダー、外角内角と投げ分けてきてる成瀬。伸びのあるストレート、ストレートか。内角外角のスライダー見た後、この132キロのストレートすら速く感じる。これは低めストライク。そっからのカーブか。ちょっと手が出ないな。うまいな、成瀬、さすがに。ツーボールツーストライクの平行カウント。いやー、最後、外れてんじ。なんとかここで食い止めました。ご覧いただきましょう。先に成瀬の投球術の前に、まあ、切って取られたという感じですね。1回の裏、スワローズの攻撃です。スワローズは、さあ、守備機会が回ってきます。一方守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。今日の先発は沢村、坂本は先発というか、スタメンから外れてますね。ショートが井端、セカンドが片岡の布陣ですね。山田が打席に入ります。昨日のゲームでは無安打に終わっています。いやー、吉信ホームラン18本独走だな、まさに。さあ、2ボール2ストライクの平行カウントから沢村が投げて、この打球はフライになっています。これは片岡の守備範囲ですね。ただヤクルトが1点取って、いますね。4回の表、バッターの第2打席です。先ほどは成瀬の前に空振り三振。打撃好調と言っていいですよね。さあ、どうなるか。文句なしの活躍ですね。なるほど、そうですか。スライダー、外角ストライクゾーンでの、まあ、動きのあるスライダーでした。第2球ファウルになります。これが3球目、スライダー2球続けてきましたね。
今のはボールになります。これは内角のスライダー外れてワンボールツーストライク。スライダー外れます。スライダーは4球続けてスライダーですね。さっきはサークルチェンジに空振り三振でしたけど、今度5球目何投げてくる。見逃して3球。うわーストレートかー。内角に詰まってきた。ちょっとナルセ相性悪いかな。考えすぎちゃってる感じがありますけどね。ヤクルトに2点追加点取られて3対0で負けてます。まあ0対3ですか。さあ7回の表、ナルセとの第3回目の戦い。ノーアウトランナー1塁。初球はボールから。まずはストレートで入ってきましたね。ここまで、1球目の入りは変化球だったんですけど、この第3回目の対戦ではストレートから入ってきました。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。うおスライダーか。ワンボールワンストライクです。さあフォークで次は何で来るか。まあ次はボールになってもいいくらいの気持ちだ、まあ外のストライクからボールになる変化球を引っ掛けさせたいですね。ワンボールツーストライクですね。ちょっと3三振ってわけにはいかないですよ。ここもファールです。うわーファール見逃して三振ガー。まず一つアウトを取りました。打てないなーナルセ。ただジャイアンツが同点に追いついてはくれましたね。3対3と。ここでピッチャーが変わります。ピッチャーがバーネットに変わりましたね。ランナーを置いた場面でさあマウンドに上がったのは、バーネットはストレート1本で待ってればいいでしょうというピッチャーですので、ヒット1本打ちましょう。ワンアウトランナー1塁。ここまで今日うわーファールボールです。危ない。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。バーネット長身から投げ下ろすようなストレートが152キロ出てます。低めの変化球は決まりません。このナックルカーブ変化量多いですね。しかも131キロ出てる。この変化量で131キロのナックルカーブは打てない。さあ4球目は何か。ファウルです。ストレートでしたけど。5球目は何で来るか。変化球の振りを取ります。今日4三振。恐れてたナックルカーブで空振り三振。せめて守備がミスないように終えたいと思いますが、ツーアウトランナー2塁、1打出れば勝ち越しされてしまうという場面で3番畠山。そうですよね。低めいいところに持ってきましたが外れます。さあフルカウントになりましたよ。インサイド打った。サード正面。これは抜けないか。大丈夫だね。一塁アウトでスリーアウト。さあ先ほどのシーン今みたいな場面はファーストのベースカバーに吉野部は行かなきゃいけないんですけどね。どうもボールを追いかけちゃいますね。さあ吉野部もう一回守備機会はありますね。9回の裏です。このミレッジ、このところ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、今日はこのままいくと吉野部4三振というところになりますけど、ただ松本がレフト掴んでゲームセット。惜しくもあと一歩及びませんでした。今日は4三振という結果にはなってしまいましたけどね。小宮山さん、とても緊張感のある引き締まったゲームでしたよね。いかがでした。そうですね、あともう一つというところですけど、まあ、残念ではありますけど、まあ、いい試合でしたね。そうですよね。勝ったジャイアンツ接戦をものにしました。一方のヤクルトスワローズですが痛い敗戦となってしまいました。今回はですね、まあ、あのヤクルト戦3連戦だったんですが、1試合目2試合目は吉野部3打席連続ホームラン、2試合連続と1戦打線も達成、まあ、変化球にもうまく合わせることができたんですが、第3戦のですね、ナルセ変化球巧みに使われてしまってちょっと手が出ないまま第3戦は
4三振ということで、ちょっと残念な結果になってはしまったんですけども、まあただそうは言っても打撃絶好調ということに変わりはありませんので、引き続き頑張っていきたいと思います。というわけで今回はここまでにさせていただいて、次回はですねドラゴンズとの3連戦ですね、お届けさせていただきたいと思います。ゴールデンウィークに入っていきますので、非常に楽しみなね、ゴールデンウィークになればいいなというところで今回は終わりたいと思います。応援ありがとうございました。